よっこの棚心ラジオ。ラジオスイート FM 東近江をお聞きの皆さん、こんばんは。毎月第4水曜日はよっこの棚心ラジオをお届けしております。今夜も滋賀県甲賀市水口町出身の手話シンガーソングライターよっこに19時から20時までの1時間生放送お付き合いください。よろしくお願いします。来た年末年末っていうかもうだからねっていうかもう私毎回第4やからほぼほぼいつももう今月終わんのって言い続けてきたと思うんですが、その中でもですよ、もう今年終わんのって感じです。ほんまに早い。だ今日27でしょ。もうだから27終わるとして28、29、30、31 4日と5時間4日と5時間どうします。皆さんもういくつ4日と5時間寝たらお正月ということで、いやーもう今年どんな1年でしたか皆さん。もう私もね、なんかもういろんなことあって、ちょっとねラジオ毎月と言いながらもお休みさせていただかないといけない時もあったんですけれども、一生懸命やってきたというか、もうあっという間に過ぎた1年でございました。というわけでね、今日も皆さんからのお便りお待ちいたしております。昨年も12月の時にこのテーマでやったんですけれども、今年も最後のテーマはあなたの今年1年を漢字一文字で表すと、ということで選んだ理由やエピソードも教えていただきたいと思います。そして今年一番の思い出とかね、来年の目標や抱負もあれば教えていただきたいと思います。ラジオネームを添えてお送りください。ツイッターでハッシュタグカタカナでタナラジと入れていただきますか。よっこが、皆さんに、教えてくださいと書いてるそのツイッターんツイートの返信にしていただければね、こちらで拾わせていただきますので、皆さんのご紹介させていただきたいと思います。というわけで、2017年の今年の漢字、皆さん何に決まったかご存知だったでしょうか。今年もね、漢字の日にあたる12月12日ね、京都の清水寺で発表されたんですけれども、今年は来たということで7104票の1位来たということですね。北朝鮮のミサイル発射とかですね、九州の北部豪雨とか、北海道のジャガイモの不作、北海道日本ハムの大谷翔平選手や清宮幸太郎選手とかね、あと競馬北サンブラックなど来たというふうに、つくものがね、大活躍だったり、いろんな、印象が残ったということで、今年は来たということでございましたが、皆さんの1年はどんな1年だったでしょうか。ぜひぜひ教えていただきたいと思います。私去年なんて言ってたんやったかな。去年は確かね、どう動くやったかな、動く、なんかもうとにかく今年は動きまくりましたみたいなこと言ってて、どうですって言ってた気がするんですけれども、皆さんの記憶はいかがでしょうか。今年はね、でもね、どうって去年なんか、あ、私10位までに入ってるって感じだったんですよ。今年も1位から10位が発表されてるんですけど、その中に去年は確かに動くっていう字が、あ、私これこれみたいな感じだったんですけど、今年自分の中で私これやなと思ってる感じは今年の1位から10位の中には見当たらないので、ちょっとまた違うかったのかなっていう感じですけれども、なんかでも今年の1位から10位までを見るとあんまりなんかいい感じがしないですよね。1位来た、2位が政治のせい、3位が不、なんていうかな、不都合とかの不なんて言ったらいいかな、不都合の不。4位核、核兵器の核ですね。で5位が新、新しい。6位が選、選ぶ、選挙とかの選ですね。で7位が乱、乱れるですね。8位が変、変化の変ですね。9位が倫、倫理の倫ですね。で10位が暴、暴れるという字で、なんかこうパッと1位から10位見て、あ、今年めっちゃいい年やったなみたいな印象を受けないのは私だけでしょうかね。というわけでぜひ皆さんのお便りお待ちいたしております。カタカナでハッシュタグタナラジと入れて送ってください。それでは1曲目お届けいたしましょう。よっこでボーダーライン。
聞こえなくても、伝えたい。形はなくとも横の棚心ラジオ1曲目横でボーダーラインお聞きいただきました。ということで2017年最後の横の棚心ラジオお届けいたしております。ここから先はトークゲストをお呼びいたしましょう。 G、 はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。G 召喚ということでございますよ、ね、G でございますよ。天の声 G、 天の声 G、 はい、どっかで聞いたことがあるような声でございます。今日も ね、よろしくお願いいたします。よっこちゃんが来るからね、やっぱり来るよね。いや来てくれた、嬉しい、うん、ありがとうございます。というわけで G もね、はい、今年1年どんな年やったかっていうのをちょっと聞きたいと思うんですけれども。あ、いきなりですか。そうですそうです。今年の漢字さっきもね、うん、言ってたんですけれども、全体的には来た来たなんだよね。来た、来た、来たっていうのはこう2人がね背を向けてる姿。おーおーおー、なるほどなるほど。っていうのを、あ、確かに確かに、森川さんはそんな風にね新聞で言っておられましたけどね。なんかじゃあやっぱりいいイメージじゃないですよね。なんかこう、うん、だからもっともっとね、うん、優しさをだとかね、思いやりを大切に皆さん行きましょうね、うん、ということかもしれないね。そうですよね。それをこう、うん、なんかなんやろ、元に来年、うん、みたいな、うんうんうん、そう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 。ちなみに去年の覚えてます？去年、去年この、今年の漢字として発表されたやつ知ってます？いやこれ5秒間に答えなきゃいけないんだよね、放送事故だから、ね、さあヒントは？キーから始まる。キー、今年と同じキーから始まる。希望のキーではないね、うんうん、ギブアップ。ギブアップ。金。あ、なるほど。言われてみたらそうだった、そうだった。そう、2016年は金で、はい、ちなみにね2012年も金なの。あ、なるほど。だからここの、うん、この4年以内というか5年以内で金は2回入ってるんですけどね。やっぱりあのメダルのね、そう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 、ことなんだろうね。そうですよね、うんうんうん、その前はね2015年は安全の安というか安い、あ、はい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 、はい、うん、で2014年が税、ここで上がったんやったっけな。あ、税金。なるほどね。もう税とか来たはいらないね。ねえ、なんか、うん、せっかく安全の安、そして金と来てたけれども、そう、なんか来たっていう感じです ね、うん、そうで、私多分言ってたけど、去年は動く銅やったなと思ってて、うんうんうん、今年はもちろん考えてるんでしょ。今年はね、うん、そう、進むっていう字かな。進化の進。おお、もういきなり発表しちゃうわけだ。もう私は発表しちゃう。そうか、しちゃう。みんなが考えてほしいから。なるほど、そうだね。去年は、うんうんうん、とにかく分からんなりに動きまくったみたいな1年やったの、うん、いやだからそれプラスのことの今年もより以上に動いてたよね、うん、そうで、今年はそれを踏まえて、うん、ちょっとこういうことしたいなとか、うん、なんていうかな、はい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 、ここにこうしようとか、うん、その
自分の中でのここに進みたいっていう道を見つけた上での動きまくったやから、うん、去年よりちょっとなんていうかな、進んだなっていう、そのとにかくジタバタしてたのよりはちょっと進んだかなと思って、進っていう字にしたいなと思ってるんですけれどもね。なるほどなるほど。周りから見てどうかしら。それはね、やっぱあの、ほら、横ちゃんだ、すごいすごくほら希望に持って。これしたい、あれしたい、もう具現化していくじゃん、それすごい。いや、ありがとうございます。本当ジーもね、目を細めてですね、そう、ずっと見守ってもらってた、はい、もう天の声でございますから天の声でございますからね、はい、ずっともう本当に進化いいねかなって自分の中で、もちろんその、あのね、やり遂げたとかじゃないけど、去年よりはそのなんか一歩進みつつ、こう自分がどうしたいかっていうのをちょっと見えてきたかなっていう感じはするので、進化の進かなと思ってるんですけどね。動く先にね、やっぱこう夢が、そう、動いたからこそ見えた、なんか道が広がった部分が結構あったりとかして、もう7合目ぐらいまで上がっちゃったね。いやー、でもまだそこまでは出ていけない。5合目かな、だから景色が綺麗だなと。そうなんです、早く頂上を目指そうと。まあ何年か計画でね。そう、でもその頂上が見えるのも怖いっていう気もするから、あ、確かに確かに。だからあと頂上行ったらね、今度ほら、次どうなるのかなって、どんな風にってなるじゃない、そう、だからどうなのかなとは思ってるんですけれども、皆さんからもお便りをいただいております。ありがとうございます。はい、早速、はい、早速、はい、杉江さん、ありがとうございます。ありがとうございます。漢字一文字で表すなら、本、あの読む本、あ、読む本、ブック、ブック、ブック。なぜかというと、ありのまま、天然、本性でいきました。ありがたいことです。なるほど。そして顔本かっこフェイスブック、あ、なるほどね、十分活用しました、はいはいはい、本音でということで。なるほど、なるほどですよね。私最近ね、本を読むようになって、ただあのあれ、ネットじゃない、あの携帯で読むようになった。もっと増やさんとこうと思って、やっぱり本買うと少なからずその一冊を入れるスペースが必要になってくるから、これ買い続けたら結構やっぱりスペース必要やなと思って。だよね。そう、だから今ネット上で本を読むっていうか、買うことをしてて、えらいね。いやいや、えらいというか、なんか活用してるんですけどね。何でもできるもんね、今はね。そう、何でもできちゃう、でも逆にそれがだから壊れたら一気に何もかもなくなっちゃうなっていうのはあるけど、まあ、だからすごく時間が時短できるから。あ、でもそうかも、確かにいいよね、今思ったこと今わかる、あ、そう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 、ね、それはもうすぐ欲しいなと思った時にすぐその場で買えるというのはやっぱすごいですね、ね、もう一人いきましょう、ペンネーム、部活はブラックじゃないさん、ありがとうございます。ありがとうございます。漢字一文字で、惜しいっていう字、惜しい、あの、はい、これなんだ、惜しいなっていう、リシンベ、リシンベ、リシンベに昔、はいはいはい、にで惜しい、惜しい。そう、春休みに県代表として、山形県天童市、天童市で開催された、全国中学選抜卓球大会に出場できましたが、春夏の県大会であと一歩、ベスト4で近畿大会出場を逃したので、ああそうか、あと一歩ってところはちょっと確かに惜しい。いや、その惜しい経験をするから次が見えてくんだよね、あ、じゃあもう来年は明るいね、明るい ね、きっとね、もうこの思いをしたら来年は明るいですよね。あ、いいです ね、ということで、あと一歩のところいいよね。あと一歩、でもあと一歩って思えるのがすごいですよね。そうなんだ。私だってまだ去年も動きまくってて、あと一歩とか見えへんかった今年も進んだけど、あと一歩までは全然見えてないから、やっぱりそれだけ頑張った人がそこまで行くんやなっていう感じはありますよね。そうだよね、うん、頑張ってもらいたい ね、来年はねやってもらいましょう、はい。ちなみに私ね、今年はね、本当に去年以上にいっぱいライブさせてもらったんですけど、はい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 、この前ね、めっちゃ楽しいライブをしてきて、いつも最近あの人権公演がまあメインのお仕事なので、はいはい、あの学校とか、まあ市とかね、地区とか行ったりとかして、あの手話を使った人権公演ライブっていうのがあの主なんですけど、あのこの前、今年もね、あのゲストにも来てくれたさやかちゃん、
はい、さやかちゃんと2人でね、うん、2人でライブしてきたんですよ。ねえ、フェイスブック見たんだけどさ、そう、ピアノ弾き語り女子2人によるピアノ弾き語りライブということで、ね、先にさやかちゃんのライブがあって、うん、で私のライブがあって、うん、でその後にトークショーしたんですよ。お、はいはい、来てくれたお客さんに紙を渡して、2人に質問とか、うん、こんなトークしてほしいみたいな、なるほど、募集して、うん、で入れてもらって、まあ、それを弾いていって、それに合わせたトークしていくみたいなのやったんですけど、面白かった。あ、いいね、やりたい、またやりたいな。なんかこうアットホームでこうお客さんと一体感があっていいね。そう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 、うんうん、なんかいろんな、質問があって、その中にもなんかどんな時に曲書くんですか、うん、とか、あ、なるほどなるほど、あったりとかして、うんうん、あとはどできた曲はどう書き留めるんですかみたいな、どういうふうに残しておくんですか、はいはい、とか、あ、そういうなんかあったりして。 G も曲作る？作るよ。あ、どっちから作る？僕はだから割と一般的、一般的というか、あの、自分でほらギターやるから、うん、例えばこういうコードがっていうか、こういう音色が、コードは全然分かんない音色なんかもあるじゃないですか。まあよく探せばね、あの6とか7とか9とかいうコードになるかも分かんないけど、それをペロン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 と弾いて、やっぱりその進行形ってものを作ってしまうかな。まずコード進行を作る。そう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 。はははは。もちろんそのメロディーもおぼろげながらその時にあるから、うん、この移行していきたいなと思いながらコードを作ってくるね、うん、なるほどな。コード表をまず作ってしまう。だからそれを自分の気に入ったリズム、うんうんうん、どんなリズムがいいのか、うん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 、ね、4分の4がいいのか、8分の6がいいのか、うん、まあ、そのリズムを、を刻みながらやってると、そこにメロディーが、おぼろげなメロディーがはっきりしてくる。なるほどな、リズムはやっぱ大事よね、うん、なんかそのリズムによって全然印象もやっぱり変わるし。そう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 、そうやな、なんか私、そう、この前そのさやかちゃんとのライブの時にも喋ったんですけど、自分の曲を久しぶりに作ったんですよ、この前。お、今年もいっぱい曲作ったんですけど、依頼していただいて作ったのばかり、はいはいはい、なんかのテーマソングとか、はいはいはい、CM ソングとか、はいはいはい、なんかそういうふうにご依頼いただいてはいっぱい曲作ったんやけど、はいはいはい、自分が自分のために作る曲っていうのが、うん、私おそらく3年ぐらいなかったの。シンガーソングライターのよっこちゃんがさ、そう、まあ、僕は仕方ないよ、3年5年ないよ言ってもね。そう、でも私、うん、こんだけ現役バリバリシンガーソングライターですって言ってやってる割に、うんうんうん、あ、自分の曲がないと思って、はいはいはい、もちろん自分が歌ってるから、そのテーマソングとかも、うんうん、何々テーマソングで私が歌って新曲としては出るけれども、うん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 、よっことしてライブの時ね、よっこライブの時ね、やっぱり歌う曲がなかったと思って、うんうん、ああ、そうかそうか、多分3年ぐらい作ってなかったんですよ、うん、それいっぱい作ってるのは全部何かしらの、何かしらのご依頼とか、うん、そうだよね、何かしらとの関連があるやつばっかりで、びっくりして自分でも、あーって。来年は初めてアルバムを作ろうと思ってて、はい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 、今まで数曲しか入ってないから、うん、来年はちょっと10周年ぐらいなんですよ、私活動、うんうん、なので、あ、そうなんだ、そうだし、うん、アルバム作りたいなと思って、この前曲作りしに行こうと思って行って、うん、ほんで1曲久しぶりにできて、自分の中でだいぶ安堵というか、ちょっとやっぱり焦りがあったなと思って、自分の中で自分の曲がないっていうのが、うん、すごい焦ってて、でもできたので、この前さやかちゃんのね、ライブ等のそのツーマンの時にもやろうって言って、でさやかちゃんも新曲、その前日にできた新曲をやってくれて、やっぱりよこちゃんはどうなの、うん、その自分、まあ、曲作るじゃない、うん、でもう本当に 100% 完成した段階でライブにかける、100% タイプでしょ。さあ、そう、うん、そう、僕なんか大体もう8割ぐらい、8割では私まだ出せない人、8割で、うん、自分のこのライブはこんな風に歌ってみたいなと思ってやってみる。なるほどなるほど。でそこでまたほら、ね、映像サポートしていただいてる方からこう DVD をいただいて見て、あ、もう少しこういう風に歌った方がいいな、ああいう風に歌った方がいいなって、うん、でなかなか自分見れないのよね、うん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 、だからそんなんで、うん、やっぱりこう育てるっていう部分、あ、もちろん育てっ
てからの方が絶対いいと思うけど、うんうん、そういう意味では 100%, あの 100% じゃない、はいはいはい、できその曲が完成した時点でやってみるっていうのはもちろんするかな、うんうん、でもとりあえず完成はさせるかな。ああそりゃそうだよね、それはそうだよ、それは分かる分かる、うん、それは分かる、うん、それは責任だよね。そう、はい、私、はい、そっからでやるんやけど、なんかお互い新曲もできて、うん、なんかすごいいい機会やったなと思って。ああよかったじゃん。そうだ、2人ともピアノやから、うん、でそのお店がグランドピアノがあって、うん、で2人で並んで連弾スタイルで編曲して、はいはいはい、カバー曲やったりとかもして、すごい楽しいライブやって、なんか改めて、あ、一ミュージシャンとしてなんかこう、うん、舞台に立ったなみたいな。なるほど、いつも人権公演講師を歌を使ってやってますが、はいはい、ほぼほぼメインやったけど、うん、それこそシンガーとしてなんかその場にいたっていうのがすごい久しぶりやったので、なんかすごいいいきっかけに。それってやっぱり年間に何本かは必要だよね。そうやっぱり必要やなと思って、うん、絶対必要だと思う、うんうん、なんかすごく初心に帰った感じもあり、うんうんうん、なんかよかったな。そしてまたほら人権公演なんかやってて、うん、もっとこういう気持ちをね、うん、その時伝えたいなって思った時に、うん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 、また新しい曲がぴったりのね、うん、テーマであればいいなっていうのがあるじゃないね。だから今までそこに逆にとらわれすぎてたかもと思って、うん、なるほどね。やっぱりそこがメインやから、うん、はいはいはい、それに合った曲を作らないといけないのかなっていうのが多分自分の中で曲ができなかったっていうのもあるかもしれない、うんうん、だから新しい提案がまたできてくるんじゃ、うん、そうだからね、いいじゃない、頑張れ頑張れ、頑張りますよ。だからシーンがちょっと それも一歩かな、ある意味、はいはい、あ、そういうことを置いといて一旦自分がシンガーとして立ち戻った時に作れたっていうのは良かったかなと思うんですけれども、うんうん、そんなね大好きなさやかちゃんの曲、せっかくなので皆さんにも、はい、お届けしたいと思います。はい、それではさやかちゃんのサボテン。隠しきれない棘が全身をめぐって、いつになれば優しい歌を歌えるのだろう。もしも
張って体中時計を巡らして、どうやって生きればいいの、どうやって生きればいいの。からのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号、八日市南高校前、電話番号0748232233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。滋賀のミュージシャンライブスケジュールをお届けいたします。2018年1月、もう来年でございますが、6日土曜日はロッキーライブです。竜王町山の上喫茶ロッキー2階です。夜の6時18時からですね。こちらチャージ1000円でケーキドリンク付き。出演予定はミヤッチさん、マコニーさん&サーコさん、トモさん、ヤドヤンさんです。お問い合わせは0748570029番です。そして21日日曜日、ジェイズカフェダイニングオープンマイク、18時オープン、19時スタート予定です。毎月恒例、弾き語りから一発芸まで何でも OK、 参加費無料、要オーダーということで、15分、皆さん何でもいいですよ。弾き語りから一発芸、何でも思う存分発揮していただきたいと思います。そして来年の、ね、2月18日なんですけれども、よっこのライブ、お知らせさせていただきたいと思います。こちらね、浜大津のスカイプラザというところなんですけれども、スカイカルチャーフェスティバル2018が開催されます。その中でよっこライブコンサート、サインシングスマイルということで、ワンマンライブをお届けいたします。この日はギタリストのいのっち、井ノ原元樹さん一緒に出ていただきますので、こちらスカイプラザ浜大津7階スタジオ1、時間は15時30分会場、16時開演、料金は1500円です。こちら受付が必要となっておりますので、よっこのホームページを見ていただきまして、
こちらで送っていただきたいと思います。よっこライブコンサート予約とお名前とご予約人数をご明記の上送信してください。以上、滋賀のミュージシャンライブスケジュールでした。2017年ラストタナラジということで、今夜も皆さんからのお便り募集いたしております。今年も最後のテーマはあなたの今年1年を漢字一文字で表すと何ですかということで、皆さんからのお便りいただいております。田中さんありがとうございます。一文字は残、残る、残念の残ですね、うんうん、日本女子リーグ一部初日によっこさんに読書をお願いしてたのに雨のため予定が大幅に変わりよっこさんに歌っていただけなかったことということで、私もこれは残でございます。残念の残ですね。はい、そうなんですよ、今年はね台風が10月に来たでしょ、はいはいはい、それで2回ほど私ね、うん、ライブそれも飛んだんですよ、うん、はいはいはい、1個ね飛んでめっちゃショックやったんが、ゆるキャラ博、彦根でいつもゆるキャラ博、はい、全国からいろんなゆるキャラさんが来て土日と2日間あってね、私も地元の忍者エモンテーマソングを歌ってる忍者エモンと一緒に出るはずやったんですけれども、はいはいはい、もう台風直撃、あらららら、じゃあもうだからもう末ぐらいだった、そう最後のあ、ね、28日ぐらい、そのもう一個前、あ、めっこ、20、21やったかな、うん、なるほどなるほど、21、22か、はい、かな、うん、もうそれがもう完全もう前日にもう中止ってなって、もう残念で、残念だね、そう、その私の出番の2つ後ろがね、うん、めっちゃ超有名なふなっしーが、あ、ふなっしー、そう来るはずやって、なかなか生でふなっしー見ること、ブシュー、ブシャーじゃない、ブシャーブシャーブシュー、ブシャーブシューか、なし汁だもんね、そうそうそう、なるほど、ブシャーブシャー、そう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 、はい、見たかったなと思って、うん、なかなかないでしょ多分ふなっしー生で見ること ね、うんうん、やし、なんか楽しみにしてたんですけど、うん、残念ながら、台風で飛んでしまいましたので、また来年かなと思っております。なるほど、はい、そして他にもお便りいただいておりますのでご紹介しましょう。ななみちゃん、愛、あ、なんかちょっとホッとする、いい、ね、ホッとするわ、いや、そういう言葉いいね、いい、今年もたくさんのいろんなライブに行くことで気になる人ができた年、はい、おお、いいね、いいですね、いいね、来年の目標抱負はピアノを頑張って弾けるように練習しますいい、ね、ということで、いいね、いや、いいですよね、なんかホッとするね、ホッとする、なんかこういうお便りホッとします ね、続いて、はい、聖子ちゃん、笑う笑みです ね、 ね、もうこれもホッとする、はい、ホッとするね、 いいね、毎日仕事とか辛いこと、うん、しんどいこといっぱいやけど、ライブに行ってみんなに会えて、うん、みんなと笑えるとまた頑張ろうって思える、いい、それはいい、それはいい、ね、来年の抱負はよっこさんとのイベントを成功させることということで、あ、そうなんですよ、4月14日私誕生日にね、はい、聖子ちゃんとかななみちゃんたちがね、うん、イベントをしかも東近江で、お、やった、そうなんです、アルボッチョ、うん、おカフェ、はい、はい、永源寺とね、行くちょっと手前のところなんですけど、うん、で、開いていただきました、その日に一応アルバム発売したいなと思ってるので、オレンジから歩いてでも、あ、歩いて、自転車でも行けるとこだねじゃあ G は来てください、はい、ぜひ来てください、はい、ということでね、絶対成功させましょう、バスでケーキ持ってかな、あ、やった、ね、言った言った、もうこれ残しといてよこの放送バースデー肉まん、あ、肉まん、今日そう G が肉まん持ってきてくれてね美味しかったんですありがとうございます、ろうそく何本立てん、はい、聞いて、言わなくて言わなくて、言わなくて言わなくて悩んどいた今、うん、そう、うん、でもう一人いただいてますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、和太鼓千代里さん、漢字で表すと和、和、和みいいね、和みいいね、うん、これもいいね、和太鼓の和、人と人との出会いが多かったです、はい、しかも大切な存在を感じる出会いいっぱいでしたということで、来年の目標もね、和太鼓とドラム、打楽器を極めたい、そしていらないものは切り捨てます、いい、ね、自慢のロングヘアもバッサリと切り落としてショートカットにしました、私の髪は医療用ウィッグに生まれ変わりますということ、なるほど、なるほど、いいですよね、うん、いいね、いいね、私もだいぶ長くなってきたから、それ、あ、でも綺麗なやつじゃないと分かんのかな、傷んでるのは分かんのかな、いや、傷んでるんですか傷んでると思う、だってベリーショートからずっと伸ばしてるからどうなんやろう、それでもいいかな、電波に乗せることないと思うんだけど頑張ってケアをしてるつもりなんですけど、はい、やっぱりね、染めちゃうとね、うん、あ、染めちゃうとやっぱりちょっと染めてるから傷んじゃうよなっていうのはちょっと悩みなんですけど、あ、でもそういう風に誰かに役立つっていいですよね、うん、和太鼓の和、あ、ね、大和の和、和ってのはもともとね、うん、あれからひらがなの和だからね、あ、
そっか、形確かに、うん、いいよあの字は、好き、うん、好き、うん、そういらないものを切り捨てるっていうのは私もそうやな、うん、やっぱり断捨離はちゃんとしたいと思います。断捨離、うん、頑張って俺もしなくちゃね。そうそう、うん、で、あ、そう、断捨離といえば、うん、ラジオネームこだまレールスターさん、いつもありがとうございます。今年の漢字は断です。断捨離の断ですね。あ、はいはいはい、うん、なるほど、ね、これはなんでかな、うん、今年前から気になっている国道の未開通区間の入り口に6カ所、うん、お、和歌山県内で3カ所、三重県内で3カ所、うん、ということで、和歌山県内の1カ所ではヒグマ出没注意の看板があったので、あたりを散策するとき怖かったです、うんうん、ということで、あ、まだだから行ってないってことかな、だそこで断ち切られてるから断ってことなんかな。なるほど、まだ未開通区間ってすごいですね。ああ、なるほど、なるほど、うん、そういうことか。いろんなところに、うん、来年もね、いろんなところ気をつけてお出かけいただきたいと思います。うん、そのヒグマに出会った時にはもうそらえらいことになりますから。そら、だってね、この辺だったらね、鹿にすぐ出会うしね。出会う出会う、うん、イノシシもよく出会うし、猿も出会うしね、うんうん、皆さんくれ、もう年末、そうだからすごい車も多いし、はいはいはい、もう事故がいろんなとこで起きてるから、もう気をつけてもらいたい、気をつけてもらいたい、ね、皆さん気を引き締めて、お互いにそこはちょっとね、うん、気をつけましょうね。ですね、うん、で G は、私はね、うん、目覚めるのね、覚、お、覚、お、いわゆる覚醒の、覚醒した覚とか、お、うん、まあ、いろんな覚があるじゃないですか、うん、目覚めの覚もあるし、覚えるね、うん、そうそうそう、うんうん、覚悟の覚も、あ、なるほど、覚悟あるし、まあ、これちょっと暗い話になるから、あ、そう、うん、覚悟やのに、まあ、暗くも結果的には暗くなかったんだけど、うんうんうん、9月にちょっとね、ある、うん、疑いがかけられて、そう、でも結果はセーフだって、よかった、まあ、その時にはもう本当にね、ありがとうございました、皆さんご心配をおかけしました、うんうん、まあまあその覚悟もあったし、うん、その目覚めるっていう部分では10年ぶりにね、うん、あの私のこう、ね、友達がですね、はいはいはい、ドシャブリナイトというバンドを10年ぶりによみがえったわけなんですよ。素晴らしい。もうそれをね、今年3回かな、うんうん、やったのが、うんうんうん、その3回ともは本当にね、僕の一生の中でのすごいいい思い出になったし、うん、とお客さんとのね、この温かさいうのはこう、うん、一緒にいい時間をいただいたと、ね、もうライブはやっぱり本当にお客さんありきというか、うん、一緒に作ってもらうっていうのがね、こっちだけがいくら歌ってもやっぱりね、うん、だから歌いたいんじゃなくて、うん、あの聞いていただきたい、うん、だから、うん、あの何かをこう感じ取っていただきたい、その一つの時間を、うん、一緒の時間を、ね、本当温かくね、うん、したいなっていうのは僕としてのライブ、ね、みんなそうだと思うんだけど ね、うんうんうん、来年はじゃあ、まあ、そんなことがあって核です。核、はい、来年はさらに増えるんですかね、その活動は。いやいや、だからそれはもう、うん、読み合えた、あ、読みある部分、忘れてる部分も自分の中ではあったから、うん、ライブに対してのことだとか、うんうんうん、まあ、一番最初のやった時の思いが、うん、まあ、読み返ったというようなことで、そんなライブを大事にしていきたいなというふうに来年思います。ね、お互いにこう、うん、一つ一つ大事にね、来年もやっていきたいですね。ですね、うん、私も頑張ろう、はい、あのアルバムも作るし、もう本当に私の場合心込めるしかないからね。いや、みんなそんな、みんなそう、本当にあのテクニックとかね、みんなそういうの言い出したらね、いやいや、だって、うん、それ本当に思ったんが、うん、そのだから耳が聞こえない方に、はい、テクニックって別に関係ないって思っちゃった、最初にその始めた時に、今私がいくらうまく歌おうとしたところで、そこに心がなかったらほんまに通じひんから、だからそこでほんまに思いを込めて表情だったりとか、そう、気迫っていうものがやっぱ心が入ると変わるじゃないですか。いくら小手先でやろうが、そこに感情がなかったらやっぱり伝わらへんしなと思って、2月14日にね、伝わりますように。お前、2月14日に伝わりますよ。2月14日だよね。何ライブ、うん、18、4月、あ、4月14日、あ、4月は14日なんだ。4月は14日です。はいはいはい、そうそうそう、私がまた一つ年を重ねる、うん、ね、はい、重ねるんですね。はい、取らないです。メモ、はい、2月18と4月14日、皆さんメモメモしてくださいね、はい、ということで、はい、今年ね、いろいろまあ振り返る中で、うん、まあ、漢字一文字もそうなんですけど、うん、ちょっと G がやってる、うん、ズッキュンコーナーっていうのをちょっとやりたいなと。今日いきなりやるわけ、解禁しちゃおうと思って。
あなたのズキューンですね。そうそうそう、はい、そうだからなんかやっぱり曲も、うん、もちろんなんか今までずっと生きてきた中で、はいはいはい、ズキュンとしたものって、うん、やっぱりその場その場でいっぱいあるけれども、うん、今年私がズキュンとしたもの限定でだから、うん、あーいいねここ最近いいねここ最近というかいい、ね、ここでいっぱいあるんやけども、うん、そのズキュンとしたものをまあ紹介しようかなということで、うん、なるほどなるほど、そうでそのズキュンコーナーとは何ぞやという思われて皆さん、うん、あのA メロって言われるその曲の、うん、サビより A メロがサビって一番盛り上がるところね、うんうん、A メロは最初その曲の頭というかね、はい、うん、で、A メロの部分にズキュンズキュンときた、うん、とあとその A メロよりも先に流れることが多いイントロ前奏、いきなりイントロやね、そういきなりイントロドンがあるぐらいのね、うん、まあ、イントロで、うん、やっぱりイントロドンってでもそう思うとすごいね、うん、すごいです、それがそうです、心掴んでるからこそクイズになるわけやしね、そういうことです、そうということでそのイントロでズキュンとしたものとかを、うん、ちょっとご紹介ということで、はい、よっこの今年のバージョンのイントロズキュンは、はい、最後に最後に最後にしたいので、なるほど、うん、A メロズキュンからちょっとオッケーオッケー、うん、紹介したいなと思います、はい、2曲今日はご紹介しようかなと思うんですけれども、あのね私あんまりもちょっと本当に今年すごい忙しかったから、うん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 、ゆっくり音楽聴くっていうことしなかったんですよ、うんうんうん、なんかできなかったんですけど、うんうん、その中でも何日かだけちょっと YouTube で、うん、バーっとこうサーフィンネットサーフィンじゃないけど、はい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 、いろんなこうなんかあなたへのおすすめとか、うん、おすすめからこう関連動画とかでバーって上がってくるものを聞き漁った時が何回かあって、はいはい、その中でやっぱりそのイントロだったりとか、うん、最初の A メロ聞いて残ったものが今日の選ばれし3曲、なるほど、ということで、はい、あんまりだからそのアーティストさんのこと詳しく知ってるのかと言ったら実は知らないんだけども、うんうんうん、心つかまれたということで、うん、まず1曲目、はい、米津玄師さんの、アイネクライネという曲を聴いてください、はい、あちなみにあのごめんなさい、あのこれネットで見てくださってる方は、うん、ちょっとね大人の事情で音声がちょっと聞けませんの で、ね、はい、後でね、はい、調べていただきたいと思います。それではアイネクライネということで、よっこの最近の A メロズキュン、米津玄師さんのアイネクライネということで、もうなんかだってもう最初の A メロが、うん、もちろんまあ声もいいなと思ったんやけど、うん、今痛いくらい幸せな思い出がいつか来るお別れを育てて歩くって、なんかもういやだからそのねやる歌詞のズキュン、歌詞もそうやし、ね、どっちもやんねこれ、うんうん、歌詞ズキュンもありやし、うんうん、両方だね、両方、うん、かな、確かにサビよりも A メロの方が割とこう招き入れてくれるのね、そうそうそう、わかるわかる、だから本当にそのネットサーフィンというかその音楽サーフィンしてた時に、うん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 、やっぱりこれ以上聴きたいかって、はい、思うところが A メロまで、はいはい、A メロで、まあ、声もそうやし、うん、雰囲気もそうやし、うん、あ先に進もうって思わへんかったらもう次次次ってこう、ね、やっぱり飛んでたから、なるほど、それは重要な部分、うん、もちろんイントロも重要なんだけど、やっぱり A メロも重要だね、うん、そうなんですよね、だからサビがすげえなーっていうのでもやっぱり A メロがあってこそのサビなんだよね、だからサビまで行かなかったわけやから、うん、その、うん、それ以外 の、 そのサーフィンしてた時はサビまでたどり着くかどうか、うん、もちろんサビ始まりの曲もあるけれども、うんうんうん、A メロ今みたいに A メロから始まる曲で最後まで聴こうかなって思うかって言ったら、うん、やっぱりその A メロでグッてきて、うん、あ聴こうってなって、もうほんまにその時だけは短時間やけどすごい聞き漁って全然知らない、米津玄師さんはすごい流行ってるらしいんやけど、実は私家にもテレビもないから全然その新しいものをこうなんか情報を仕入れることが全然なくて、なるなるなるほど、もうすごい調べてみたらすごいもういろんなことされる、もう絵も描くし、あの PV も自分で作るし、すごい方やってめっちゃ流行ってたんやけど、実はあの恥ずかしながら知らなかった、ちゃんとなるほど、ね、名前は知ってたけどもちゃんと聞いたことがなかった、うん、なるほど、でもあこの方やと思って聞いた時にはっってなったのがこの曲、やっぱ聞き漁ることっていいだ、いいことだね、大事大事です。でもう一曲あるわけ、あそうそう、もう一曲は、うん、女性シンガーの方でね、はい、最
昔は私男性シンガーが好きだったんですよ、うん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 、でなんかその女性シンガーに対してすごいコンプレックスがあって、あの高い声が出ないから私がなんかあんまりこう高いのがいいとされる、うんうん、そのなんか女性シンガーがあんまりやっぱりちょっとこう自分の中で受け入れられなかった、うん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 、でも最近あいいものはいいって思えるようになりたいって思ったら、うんうんうん、女性シンガーの曲いろいろ聴けるようになってきて、はいはいはい、最近女性シンガーが、まあ、すごい好き で、 なるほど。でその中で出会ったのが、うん、吉澤佳代子さんの残ってるっていう曲で、うん、この曲ももう A メロ聴き終わった時にあもう次最後まで聴きたいってなるほどのでちょっと聴いていただきたいです。はい、はい、ということでよっこの A メロズキュン曲2曲目吉澤佳代子さんの残ってるどう？いやこの子どう？もういいね。もう声もすごいし。そう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 。もう A メロのあそこあんな感じでいかれたら、うん、もう次聞くしかないでしょ。ない。っていうか。でまたサビがすごいんやけど確かに。ある意味少し可愛らしい気だるさのある声で来られるから。うん、色気もあり、うん、可愛らしさもあり。うん、そう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 。で個性もあり、うん、すごい。すごい。金揃えてると思って。はなんかいっぱい女性シンガーも聞きまくったんやけど、うんうんうん、もうズキュン、うん、もう A メロズキュン、これはもう なかなかこんな A メロない。もうまだこの、ね、歌詞もねないまだ昨日を生きていたいって、うん、なんか昨日を忘れたくないとかは分かるけど、うんうんうん、昨日を生きていたいってすごい素敵な言葉と思って私。いやいやね、すごいいろんな意味取れるけどね。そう、うん、いやいいわいいね、というわけで、はい、2017年のズキュンコーナー、うん、最後の曲に参りたいと思いますけれども、はい、ね、はい、うん、これはイントロズキュンで、うん、イントロからあなんかいい感じがすると思ったら、うん、もう A、B、サビも全部良かったっていうので、ちょうどそれこそ滋賀県の E ラジオさんでも、うん、今年 の、 あの、はい、ホットな一、うん、曲に今月選ばれてた。ああそうなんだ、うん、大阪のね、うん、また若干16歳女子高生、おーすげえ、坂口亜美ちゃんの空っぽの空が僕は嫌いだっていう曲がもう心掴んで離さないので、なるほど、最後に今日はね今年のお別れの曲として、うん、お届けしたいと思います。今年1年も皆さん本当にご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また来年もねよっこそして G そして天の声さんを応援していただきたいと思います。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。それでは最後に坂口亜美さんで空っぽの空が僕は嫌いだ。